こんにちは。さあ、豊さん、はい、まだ5月なのでシーズンもまだまだこれからなんですが、はい、もうシーズンオフのことをこう、ね、気になる感じでもありますよね。あのね、うん、何でもそうだけどさ、うん、早めに動いて損はなくて、やっぱ準備っていうのが大事で、はい、で球団もやっぱこうなったらこうなるっていう、うん、やっぱりシミュレーションももうそろそろ始めてると思うよ。そうですよね。いや絶対そうだよ、うん、このままいったら FA 取る、うん、FA 取って止めるか止めないかとか。はい、もうそういうことはもう本当に出てる話だからね。で FA によって出るんだったらその分のじゃあ補強もしなきゃいけないよねと。で本人もやっぱその球団に残るか残らないかっていうボーダーラインっていうのはある程度決めてると思うよ。そうですよね。まあ去年であれば例えば山崎幸也投手とか、はい、山川穂高選手など動きがありました、うん、ということは今年も動きがあるんじゃなかろうかということで、ズバリ今年の FA の動向を、はい、まあこれ資料見えるかな、ここにあるのな、まあずらっとあるんだけどもさ、はい、で今回はもちろん海外の FA 権取得とかの選手、それから取得済みの選手もいるんですが、今回国内に限って今季可能な選手をちょっと見ていきたいなと思います。まあ今季可能っていうか、まあ1軍の登録日数カウントだからさ。そうなんです。だから今1軍にいなかったら、今年取りそうだけど取れないケースもあるからね。そうですよね。現時点で取ってる選手だよね。そうですそうです。プラスアルファ、まあ、2軍から1軍に上がってきて日数カウントできたらいけるであろう選手もちょっと含めていきたいんですが、はい、まず豊さんは注目するのは、はい、やっぱ大注目は大城だよな。ここに来てですよね。だから、まあ、この先ね、はい、どういう扱いになるかわからないけども、例えばこの先同じようなことが起こるとすると出るかなっていうような感じがするんだよね。それはまあ阿部監督ももちろん主戦は大城選手でいきたいと思ってる。ただやっぱり小林選手だったり岸田選手っていうところのいろんなところを勉強して、その打ててそのリードもできてる日本一のキャッチャーになってほしい、彼にはなれる素質があるというふうにはまあおっしゃってはいるんですけれども、まあただその扱いがね、うん、扱いっていうか起用法が、はい、まあ今の現状のままであれば、それはなかなかこう残って修行するっていうのは厳しいよな。で本人的な気持ちでもやっぱりもちろんフルで出たいっていう。いやそれはもちろんそうでしょう、うん、まあそうじゃないとやっぱお金も稼げないしさ、はい、で自分の力っていうのも自分で分かるしね、うん、働き場所を見つけて出るかなっていうような感じはするけどな。去年おそらく単年契約、うんをしているというのもやっぱりそのあれそういうことなのかなとか、いろいろなんか伏線があったのかなとか、うん、まあ考えてしまう。まあいろいろね勘ぐるところはあるよね、うん、1年契約だとね。でもちろん宣言残留というのもねあるので、一応宣言していろんな球団の話聞いてみたいですっていうのは大城選手的にはありというか、自分の中では思ってるかもしれないですかね。どうなんだろうな、まあ、そういう条件付きで FA するっていうことでしょ。はい、まあでも他球団の評価っていうのは聞いてみたいと思うし、他球団って聞いたところでいいことしか言わないからね、欲しいから。だってそりゃそうでしょ。それはマイナスのことは言わない。もう正直に「いや君はリードがどうのこうの」とか絶対言わないよね。絶対言わないですね。いや君の力が必要なんだという、はい、最大の評価は示していくと思うんだけど、うん、そんな評価聞いてもしょうがないんだよ。いやだから自分が巨人に残りたいのか、うん、残りたくないのか、他球団に行きたいのか行きたくないのか、もうそこだからね。あと条件として、自分は主戦で出られるところがいいですっていうのを条件として、もしオファー来た場合はもちろん言っていきますよね。まあそりゃそうだな、うん、いやただね、なんか同じ条件で来た時に、まあ、こっちでは2番手でいる、こっちは主戦だって、うん、同じ金の条件で3年間4年間って言ったらさ、うん大城の性格としてどっちを選ぶかなと思って、楽な方を選ぶのか、うん、レギュラーとしてキャリアを積む方を選ぶのか、うん、これはやっぱもう性格だな。どっちなんですかね、やっぱり主戦なんですかね。まあ俺は野球選手だったら多分そうだと思うよ。そうですよね、うん、キャリアは残したいと思う。でもちろんですけれども 100% 巨人も引き止めにかかるのはもう見えてますよね。それはもちろんそうだよね、うん。そしたらまあ1人目は大城選手が今のような扱いだとまあ可能性はあるよなっていうのが、はい、2人目、まあ木下中日のキャッチャーですね。まあ自分の評価をやっぱ聞いてみたいと思うの、いいことしか言わないけどね他球団はね、そうですね。いや、だからまあキャッチャーというポジションでやっぱり貴重だよね。いろんな情報も持ってるし、はい、だからまあ取りたいっていう球団はまあある可能性はあるよね。そうですよね。で、木下選手も確かその単年で契約をで自ら申し出たということで、あ、もしかしたら FA で出るのかなっていうのもファンの中ではささやかれてます。まあそうだね。まあだからその立浪監督が加藤を使う、宇佐美を使う、そういうことに対して木下がどう思ってるかっていうことだよね。いやー、まあまあ今日はお休みかっていうぐらいだったらいいけど、うん、なんで俺を出してくれないんだっていうふうになってくると、立浪政権が続くんであれば、うん、やっぱ出ようかなっていうふうに思う可能性はあるよね。もちろんね、あの監督とかチーム事情で使われてたものが使われなくなったりとか、そういうことはよくありますもんね。あるからね。だからまあそこら辺で監督が変わったばっかりだと、あと3年これしのいでいかなきゃいけないっていうふうに思うと、うん、俺ね、今日思ったんだけど、はい、人生、まあ、80年100年時代って言ってるけども、うん、まあ80歳だとしたら、うん、野球の平均してできる時間ってプロで、まあ、1軍で10年だとしたら、はい、1年が8年相当になるんだよね。はい、1人が生きていく1年が野球選手に換算すると8年、うん、ということは3年やるったら24年間しのがなきゃいけないということになる。うわー、長い。いや、そうなってくると相当な長い時間になってくるんで、はい、だから、まあ、木下がどう考えるかだよね。そこ、そうですよね。うん、なのでこちらのもちろん自分の評価を聞きたいです。もちろん中日の評価も聞きたいです。だけど他のところの評価も聞きたいですっていう、もちろんまあそうだね。だからまあ中日がこの7月末までに、ね、うん、どういう動きを見せるか、はい、まあトレードとかも含めてね、うん、それによってまあ木下の気持ちが動くのかなっていう感じもするけどね。もしね、その補強でキャッチャーを取った場合、あ、じゃあもうちょっと自分手を挙げようかなっていう、そういうのも兼ね合いもありますからね。うん、さあ3人目です。石川。ソフトバンクの、うん、はい、石川修太投手、手を挙げますか。挙げそう。先発やりたいんじゃないかなっていう感じがするんだよね。うんうん、そういう気はします、私も。だから中に入ってるけどさ。うん、やっぱ先発を求めるっていうことになると、もう他球団に行くことの方が早道かもわからないし、まあ、FA で、まあ、ソフトバンクの話も聞くけど、いや君来年から先発だよっていうふうに言われると、まあ、心が揺らぐところはあるだろうし、いやでも環境を変えてセ・リーグに行きたいっていう可能性もあるしな、はい、まあ、そうなってくると、まあ、出る可能性はあると思うけど。うん、ソフトバンクから他に行くっていうイメージが湧かないんだけどね、なかなか。石川投手は、いや、全体的に、全体的にソフトバンクに行くことはすごく想像できるんだけども、 FA でってことですか。 FA 取った選手が外に出ていくっていうのがあんまり想像つかないんだよ、描けない。でもまあ無理やり石川はっていうんで、まあ先発ができるところっていうね、と思うな。これ、あの石川投手が手を挙げれば欲しい球団結構あると思うんですけど。いっぱいあるですよね。いっぱいある。みんな行くと思うんだけどな、結構な数があって、うん、いや先発で先発でってやってながら、取って、うん、いや先発無理だね君みたいな、いや中入ってくれみたいなまあそういうこともないだろうけどもね、うん、まあだけどやっぱこう自分が好きなポジションをやりたいっていうところはあると思うんだよね、うん、まあそれが中継ぎなのか先発なのかっていうと、でもピッチャーに聞くと大体先発やりたいよって言うよね、はい、まあだからまあそこら辺を求める可能性はあるよね。うん、そしたら手を挙げる可能性もなきにしもあらずと。4人目です。まあ福谷、中日のピッチャーですね、うん、もうまあいろいろ言われてるけどな、うんうん、まあそうだな、まあ持ってるものは悪くないけども、なんかこう噛み合ってこないよね。そうですね、うん、まあトレード要因じゃないかっていう話もあるし、うん、うん、その残れば FA で出ていくっていう可能性もあるし、うん、この選手に限ってはなんか残るっていうイメージがあんまりないんだよね。あ、そうなんですね、うん、もう手を挙げそう。でこの挙げた場合、もちろん話に行きたい球団っていうのはありますか。まあなくはないと思う。なくはない。ただやっぱ今年全く投げてないっていう風になってくるとさ、うん、これがちょっと困るよね。ちょっとそうですね。どういう状況なのかっていうことが、うん、だからまあチャンスはもらえるとは思うけどね、これからね。まあだけど今年の動き方によって評価も全く変わるし、はい、FA しても誰も来ないとかね、うん、いう可能性もあるよね。ただヤクルトなんかやっぱりピッチャー中抑えてくれたらいいなっていう投手欲しいと思う。でもここにお金を使うんだったら、はい、もっと新しい人にお金使いたいよね。まあ成長というか、そうそうそう、まあ、将来性のあるというか、まあ、2人っていうのはある程度出来上がってる選手だけに、はい、まあここからの伸びしろっていうのはないことはないと思うけども、はい、若手よりは少ないことは明らかだよね。だからやっぱり球団は、まあ、取ろうと考えるかどうかわからないけども、そういった球団っていうのは二の足を踏むかもわからない。豊さん、今4名挙げてくださいましたけども、はい、例えば他に巨人の高梨投手も今季可能です、取得が。左の高梨投手、まあ、高梨はなんか出そうもないなっていう感じですよね。なんかあと海外ですね。あ、そうかそうか、5人目、甲斐選手。ソフトバンクの甲斐選手、出ますか？出たら超目玉になるな。そうですよ、ものすごいいろんなものが、いや、欲しいところはたくさんいると思う。中日とか、まあ中日もそうだし、勝つことを知ってるキャッチャーって経験も豊富だし、それなりの経験値も高いからね、だからどういうボールを要求したら勝てるようになるとか、ここ逃げてたら勝てないよとか、まあそういうアドバイスもできると思うし、だから甲斐っていうのが仮に手を挙げたら本当に争奪戦になるかもわからんな。例えば巨人から大城選手が FA で手を挙げました。万が一他の球団にってなってくると、もちろんね、じゃあ甲斐選手欲しいとか、そういうふうにはなる。いや、それはなるよね。まあ、守れるし肩もいいですしね。で甲斐はランクとしたら C ぐらい、B です。 B ランク、はい。まあ B だったらいいもんな。はい、そうなんです。あ、甲斐選手もか。そうよ、甲斐も結構もらってんな。はい、いや、もちろんですよ。いや、だって WBC のね、まあまあそうだな、もやりましたし、まあ柳田とかいるか。そうなんです、ね、いつもです。ただ同一リーグに行く可能性は手を挙げて。いや、それはもう FA だから自由だよね。そっか、それはありなのか。行ってる選手もいますもんね。まあ脅しとしたら十分だよね、甲斐って。いや、そうですよ。いや、だって給料上がるよ。ですよね。そうですよ。だからもしかすると手を挙げて他球団のも聞いてみたいですっていうこと。いや、ソフトバンクがえらと思えばものすごいまた。いや、ソフトバンクはいくらでも出すと思う。まあ、潤沢なね、そうですよね、球団なので。そうだよ。他は例えば、ヤクルトの岡川投手、今シーズン可能ということで、ライアン小川投手ですね。どうですか？いや、ないんじゃないかな。まあ、ヤクルトっぽい。だからまあ今シーズンね、何勝できるかっていうのはあるんだろうけども、もう峠を越えてみたいな、あとはどのぐらい維持をできるかどうかっていう、まあ投手だけになかなかやっぱこうこれから動いてっていうことはあんまり考えないかなっていうふうに思うんだけどね。じゃあもう手を挙げずにヤクルトにそのままいますっていうふうな感じ。まあ手を挙げるどうのこうのっていう前に、なんかまとまりそうな感じもするよね。そうですね。あとはロッテからは美馬投手と西野投手なんですけれども、美馬は苦しいな、もう年齢的にもそうだけども、あの打たれ方見てると、FA したところで、ちょっと無理だろうなっていう、で西野は今年の頑張り次第だな、頑張り次第では手を挙げる可能性が出てくる、まあもちろんそうだよね、あとオリックス、山岡投手とかは可能なんですけれども。先発でまあ魅力はあるよ、はい、すごく魅力はあるけども、どうなんだろうね、まあ、本人次第だから、はい、なかなかこう分からないけども、まあ、どのぐらいやっぱこうオリックスに愛着があってみたいな、まあ、そういうところかなと思うよね、それと自分の居場所が今後、確保されるのかどうか、だからされないんであれば、やっぱ出ていった方がいいかなとか、そういうことを考えるだろうね。そもそもがまず先発で、途中でまあ中に回されたこともあったりとか、でまた先発戻ったりとかでっていうのもあるので、何かこう例えば先発として他の球団が欲しいなって思えば、もちろんね、いい提示があれば、まあそれはね、可能性としては十分あるよね。そうですよね。あとはまあ阪神はね、結構やったので、まあでもまあ大山選手がささやかれてますよね、噂で。まあまあ茨城出身、関東出身、茨城に球団ないからな。ないですね。まあこっちに来るんじゃないかと考える人はいるかもわからないけど、はい、大山はやっぱりね、阪神の顔だし、これは阪神は絶対出さないように努力すると思う。まあもう絶対に引き止めにはなりますよね。そりゃそうだよね。はい、あと楽天からは例えば田中和樹選手だったりとか。まあいてくれたら便利だけどな。外野だったらどこでも、はい、まあ打ったらスイッチっていうね、うん、でまあ代走にも使える、守備型にも使える、はい、まあいてくれたらすごくありがたい選手だけどもさ、うん、FA するかな。いろいろなことを考慮して残留というか残りそう、手挙げなさそうな感じですかね。でも出たら面白いと思うけどね、いくつか球団手を挙げると思う。あ、そうですか。やっぱこういろんなことができるもん、うん、ベンチに置いといて、はい、1人4役こなせるのよ。右バッター、左バッター、うん、走塁、守備、重宝しますね、うん、だからいて欲しい選手の一人だよね。いて、まあ、うんうん、レギュラーでももちろんね、いいのかもわからないけども、はい、置いときたい選手だよね。でしかもAB ランクではないので、ああ、はい、ただ取れるというね。そうなんです、C ランクですよね。はい、あと DeNA で、まあ、京田選手、あと佐野選手が今シーズン可能なんですけれども、佐野選手はどうなんでしょう、残りますか、それとも他球団の評価も。まあここら辺のね契約の仕方っていうのが DeNA は多分うまいと思うんだよ、うん、で長期にするからそこに魅力があるんだよ。だから宮崎も6年、はい、矢崎も6年ぐらいしてるでしょ。なるほどな。だからそこら辺の魅力に勝てるような提示があるかどうかだよね、他球団。でも例えば手を挙げて他球団の評価も聞いてみたい、その上でのもちろん宣言残留もありますよっていうことになる可能性はじゃあ十分あるっていうことですか。まあなくはないよね。ただその前に俺は DeNA が手を打つと思う。長期的な契約という意味で。だから何年契約ぐらいですかね、妥当なのは。やっぱりみんな知ってるじゃん、6年って。佐野がいくつかわからないけども、宮崎に聞いたら「いや僕ここは何歳までできますよ」ってありがたいことに言って、まあそのぐらいやっぱりね長く保証してくれるっていうのは選手にとっては魅力だよね。球団側は6年っていうのは提示しそうですか。過去から言えばそのぐらいを提示しないと選手は残ってくれないっていうふうに考えてる可能性は強いよね。そうか。いや同じ4年だったらこっち行ってきますよみたいな。うんうんうん、で向こうが4年、うちは6年出してくれたって言ったら、うん、その長さで DeNA を選んでくれると思うけど。じゃあ宣言残留やしそうだけれども DeNA が複数年6年ぐらいっていうであれば残る可能性も十分ある。まあそうなってくると出ていく可能性の方が低くなるけどね。そうですね、うん、あとはどうでしょう、日本ハムでは玉井投手だったり石井、はい、選手だったりもそうなんですけれども。どうなんやろな。それはね、石井は C ランク。そうです、C ランク C です。岡田監督が来年もやるんであれば可能性なくはないよね。早稲田です。あ、そうなんですね。同じ OB とね、先輩後輩になりますね。まあそうだね。まあそういうこともありながら、やっぱ内野手という意味ではもう一枚ぐらいやっぱ欲しいかなっていうふうに思ってるはずなんだよね。今糸原と小畑。はい。このぐらいなんだよね、その、うん、いろいろできるって言えば、はい、そうなってくると石井はセカンドもできる、サードもできるって、うん、まあ場合によってはファーストもできるみたいな、まあ、それ考えると C ランクだとしたら魅力はあるよね。岡田監督も欲しいなと思うような選手ってことですね。石井和成ってね、非常にバッティングも成長したんだよ、はい。で、ああ今年使っていくかなっていうとこう水野が成長して、うん、上川畑をセカンドにやった関係上、はい、なかなか出番がないんだよね、うん、で上川畑がものすごく勝負強いし、はい、粘るんだよ、うん、いやだからまあそこら辺でその出場機会を逸してるけども、使えばそれなりに結果を出してくれる選手だよ。ということは自分がレギュラーでもう難しいのかなと思った場合、他球団の評価も含め手を挙げる感じ、まあ DeNA とかね、うん、セカンド入ってマキアはファースト、もうこれでも面白いと思うんだけどね。ああ確かにそうですね、うん、あとはまあ阪神、おっしゃってたようにさっき阪神もあるのかなとか。そうだね、うん、まあ学罰っていうのがなまあ大竹をこうね同じ早稲田で、はい、取ったように、うん、まあ岡田監督も嫌いではないと思うんだよね、学校っていうのは。本当ですか。いや、ただその内野が一人いてもね、うん、悪くはないっていうふうに考えてると思うんだよ、うんうん、もちろんそうです、ね、ただ下にもいるからな、あそこは。ああじゃあそうか、下にも山田っていうのもいるしね。ああそうでしたね、やりましたね。だからなかなかまあ難しいかもわからないけども、はい、石井和成とかも内野が手薄なところってあるからね、うん、まあ例えば西武だってそうだし、はい、だからそう考えると上げたら可能性はある。そうですね、上げたら他球団からパッと来る可能性って十分ありますね。まあ日本はイメージ大切するしさ、はい、やっぱりあんまり出したくないと思うんだよね、選手はね、イメージ取って、で自分のところでやっぱちゃんと雇用したいっていう、には多分思ってるはずだから、誠意は見せてくれるような気はするけどね。まあ他にもいますけれども、まあ主だった選手が、まあちょっと上げましたけれども、この FA ね、皆さんも関心あるでしょうし、まあシーズン中もまあ何度かね、また FA の動向だったり、ここにね、以前はホワイトボードにすんごいそう書いたこともねありましたし、まあ、時期が近づいてくればよりそれがね深みのあるものに変わってくるのかなと思うんですけれども、はい、FA は今シーズン何回か動画にはちょっとしていきましょう。これビシエドが可能性あるよこれ。あ、ビシエド、それそうですね、国内はもう取得済みで、海外の FA が海外には行かないと思うけど、うん、ビシエドがいるじゃん。そうです、一応いますね。あ、これで分かった。え、その前に商売するかもね。やっぱ気になることを動画の最後に言いますね。いや、ビシエド忘れてんじゃん、もう取得済みじゃない。そうなんです、ビシエドは取得済みです。手を挙げれるんだろう。はい、どういう契約になってるのかわからないですよ。まあそうだね、複数年なのか今年でそれが切れるのかっていうのはちょっと今のところは調べてないんでわからないですが、取得済みではありますね。うん、いやー、なんかこう見えてくるんだ、なんか何かが見えてきた。いやー、それはトレードっていうことが可能性あるな。トレードの可能性がある。ランクは何になってました？ランク、うん、ないよ。ない？え？いや、 A も B も書いてない。多分 A だと思う。まあそうですよね、そうですよね。 A でも取るよ。取りますか？そら取るよ。だって一番なんかこう日本に慣れてる外国人じゃない。そうですよね、みんなちょっと他球団がもうここからのどかな手が出るほど欲しいっていう、それも何か一本動画にして撮れれば、豊さんが今ひらめいたこと、気になる終わり方なので、これ TV コンティニュードですね。まあね、はい、はい。